ご権威は、香港の民主主義政治家、天水連戦に所属と、元明区区議会過去北選挙区の区議員。別名は、京先生。ご権威は、元明地区で育ち、銀行業界で働いた。そして権威の後7月21日、元明駅で午後10時半ごろ、白い服に、覆面姿の男たちが、デモ参加者の特徴である黒い服の人々を、襲撃して、 木の棒または刀で殴りつけるなどの暴行をしたが警察が現場に到着したのは事件後30分以上であり意図的に遅れて到着したと疑う被害者もいたデモ参加者や巻き込まれた利用客を含めた45人が負傷したこの日は大規模デモが呼びかけられておりその前々日頃から元明では親中波市民による レノンウォールの破壊やデモ隊への襲撃予告があったため、事件は計画的なものだったとされている。新中派議員は区議会を独占したが、主要な問題について国民の声を伝えなかったと信じて、彼らは後にオンラインプラットフォームであった、天水囲いの住民のグループを結成しました。天水連戦、2019年香港区議会選挙に参加。 2019年香港区議会議員選挙に参加し、演じた過去北選挙区。選挙期間中、ご権威は様々な民主党派の元明地区候補に協力しました。例えば、2019年9月24日、民主党の立法会のメンバーと元明区議員、春査会は複数の暴力団に待ち伏せされ、攻撃されて負傷しました。民主派は暴動で警察に、 不当な法執行を非難し、警察が法を公正に執行するよう要求した。結局、彼は4371票の票を獲得し、4206票を獲得した元親中派議員の立機民と、177票だけの別の非党派候補を破ったトーマス美人。五県議以降代表点水連選、参加2020年香港立法会民主派予備選挙。 最終ハナリストは、新海西部選挙区で2万票以上を獲得し、4位になりました。その後、5県には2020香港立法会に立候補するために登録しました選挙。こうした中、林定月が行政長官は7月31日、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮することを理由に、緊急状況規則条例を適用して、選挙を1年間延期し、 2021年9月5日に執行するとと発表した。しかしこの延期には香港の放送会からは違法との指摘も出ている。ありがとうございます。